ようこそ、花鳥風月のチャンネルへ。今回は、瑠璃盾花鳥を紹介します。メスは、羽と、青色の帯が、幅広になります。成虫の全視長は、25から45ミリメートルです。成虫で、冬を越します。オスは、木の葉や、岩の上などで、縄張りを張ります。クヌギや、柳の樹液、動物の糞などに集まります。幼虫の食草は、サルトリイバラ、ホトトギス類、ユリ類です。東、南アジアに分布しています。